では標識裁縫法をちょっと見ていきましょう。標識してもう一回捕まえる方法って意味だね。標識裁縫法っていうのはあるエリアにいる生き物の個体数を推定する方法です。例えばこんな山を見てみましょう。まあこんな丸い山は普通ないけど、こんな山を見てみましょう。ちょっとモコモコついてるけど気にしないで。この山に住む例えばトンボとかね、この山に住む生き物の数を知りたい、ね、ちょっと X としようか。この山に何匹、ね、いるか知りたい。でも今回はね、こうやって目で見てね、こうやって数えたらね、あの X イコール10ってわかるけど、ね、実際はね、これ何匹いるかわかんないわけだ、ね。で、その山に住む生き物の、ね、一部を捕まえて、そしてマークって言ってるけど、標識する。今回で言ったらピンクに塗る。ね、生き物の一部を捕まえてピンクに塗る、ね。今回は5匹捕まえてピンクに塗りました。まあ、実際山に10匹しかいないとか、そのうち半分を捕まえるとかってちょっと非現実的だけど、まあ今日はね、原理だけ勉強しよう。で、よーくピンクに塗ったものをね、もう一回山に放して、このピンクに塗った生き物がよーく混ざり合うまで待つ。ね、あのこれ混ざり合うってとってもとっても大事で、均等に混ざり合うって大事で、だからね、あの移動性のある、ちゃんとね、移動の活発な生き物じゃないと、この標識裁縫法って使いません。まあちょっと後で見ます。で、均等に混ざり合った。ね、例えば5匹のトンボをピンクに塗って、で、その5匹のピンクに塗ったトンボが均等に混ざり合う。他のピンクに塗られていないトンボと均等に混ざり合う。そしてもう一回ね、出かけていって2回目の捕獲をするんです。均等に混ざり合ったかなってくらいにもう一回出かけていって2回目の捕獲をするんですね。2回目の捕獲、例えば4匹捕まえる、もう一回4匹捕まえるね。え、さっき5匹捕まえたのに今回4匹でいいのってね、実はいいんですね。実はいいんです。今回4匹捕まえる。そうすると2匹ピンクの生き物がその中に混じってた。で、つまり4匹分の2匹、1/2、2回目に捕まえた数分のマークがついていた数、この1/2っていう分数が山全体の匹数 X と俺たちがマークした匹数5、X 分の5と1/2、これが一致するんですね。1/2イコール X 分の5、X イコール10匹と、ね、山にいる生き物は、山にいるボールの数は、山にいる生き物の数は10匹とね、推定できることになるわけです。え、これね、もうピンとくる子はもういいんだけど、例えばね、よくわかんないなとかね、これ袋としましょうか。これ袋、見て、これ一つの袋としよう。袋、10個ボールが入っていて、そのうち5個のボールをピンクに塗ったとしよう。10個ボールが入っているこの袋、ね、そのうちの5つだけを選んでピンクに塗ったとしよう、ね、5つ取り出してピンクに塗ってもう1回袋に戻したとしよう。で、この袋よーく混ぜ合わせる。中のボールをよーく振って混ぜ合わせる。均等にピンクのボールが来るように混ぜ合わせる。で、そしたらさ、これ混ざり合ったらさ、例えば2個ボール出したらそのうち1個がさ、理論上はピンクじゃん。だってさ、10個のうち5個をピンクに塗って混ぜたんだよ。だったらね、半分がピンクなんだから、2個ボールを出したらそのうち1個がピンクのはずだし、理論上はね、4個ボールを出したらそのうち2個、その半分がピンクのはずじゃん。だからこの1/2と X 分の5が一致するんだよね。まあこんな風な原理があります。で、それよりもね、まあこの原理を使った計算よりも条件がとってもテストに出ます。例えばね、当たり前なんだよこれ全部ね。例えば出生脂肪がないね、ボールがね、途中で生まれてきてムクムクムクってボールが増えたりとか、あとはボールがスースースーって消えちゃったりとかね、出生と脂肪がない、ね、移入と移出がない、あとは標識によって捕獲されやすさとか行動とか生理に影響しないね。例えば標識したやつだけが捕獲されやすくなったりとかね、あのピンクに塗ったものだけが選ばれやすくなったりとか、あとはピンクに塗ったらだんだんね、その生き物が動けなくなっちゃって ね、あのそんなことはならないとね、行動とか生理に影響しない、あとは移動が活発な生き物、例えばフジツボとか植物とかね、移動性の乏しい生き物には使えないね。だって植物これ5本の木にマークして、よし2回目捕獲しようなんて意味わかんないでしょ。何やってんのって感じだね。だからフジツボとか植物みたいな移動性の乏しい生き物にはこれは使えない。あとは標識が消えないことね。標識消えたらどうなるかっていうのはちょっとね、発展問題で見るから、ね、標識が消えないね、途中でピンクの色がね、消えちゃったりしないで限り、この条件が満たされる限り、この1/2と X 分の5がイコールで結べるんだね。じゃあちょっとね、発展問題見てみよう。発展問題、標識が消えてしまったら、ね、標識が消えてしまったら、ね、推定個体数は、過大評価になるか過小評価になるか、ね、あの現実の値より大きく出てしまうか、現実の値より小さく出てしまうか、ね、ちょっと見てみよう。じゃあね、実際に、ね、8匹の生き物がいるこんな山を想定しよう。8匹の生き物がいて、そのうち初めは4匹捕まえたとしよう、ね、8匹山に生き物がいて、そのうち4匹を捕まえた、ね、X 本当っていうのは本当の値ね、山に住む本当の値、 X 本当分の4イコール、次はね、次捕まえた匹数が4匹として、そのうち2匹にね、マークのある答えが見つかったとしよう、ね、1/4、 X 本当分の4イコール1/4で、 X 本当は8、ね、まあ8匹もちろんいるよね、8匹いるしね、4匹捕まえたら2匹ピンクなのは当たり前だよね。だって8匹いるうちの4匹ピンクにしたんだから、半分ピンクにしたんだから、それは4個捕まえたら2個がピンクだよ ね、4匹捕まえたら2匹がピンクだよね。で、X 本当は8。これが今の上で話した話じゃん。で、今回は、こんな風にね、実験失敗した時の入試問題って結構最近流行ってて、見てみよう。今回は、標識が消えちゃった。
ね、X 嘘っていうのはあの嘘の推定値ね、実験失敗した場合の推定値ね。 X 嘘分の4、ね、4匹捕まえてピンクに塗った、だけどしばらく待ってる間にピンクが消えちゃった、ね、1匹を残して残り3つのピンクが消えちゃった。でそしたらさ4匹捕まえた、ね、たまたま偶然ねピンクの生き物を選ばれたけど、でもあとは全部白、ね、さっきはちゃんとねピンクいたけど、ね、今回は全部白、ね、標識が消えちゃった、ね、実験失敗して標識が消えちゃったから1匹を除いて全部白くなっちゃった、ね、4匹捕まえたら1匹しかピンクじゃなかった。ここは違うね、さっきとね。そうするとどうなるかというと、 X 嘘の値は X 嘘イコール16、見て現実の8匹って値より膨れ上がって算出されちゃった、だから過大評価になってしまうんだね。まあこれ別に感覚でわかる子はいるよね。あの例え2回目捕まえた時に1匹しかピンクじゃねえのって思ったらさ、じゃあむちゃくちゃ他に白いボールいたんだって、まあ、の勘違いしたよね。だから、推定個体数は過大評価になってしまう。でこのね発展問題をちょっとチェックしとこう。この実験失敗した時の繰り返すよね、繰り返すけど、この実験失敗した時にどうなるかって最近すげえ流行ってるから、ちょっと発展問題もねちょっと難しいけど見ておこう。まあ基本的にはねこの原理と、標識採捕法が使える条件をねしっかりチェックしておきましょう。標識採捕法でした。